ずですね、ブロックスさん、今 VTR にありましたように調整の一部として薬を投与していた。で、今は悔やんでいらっしゃるユリアさんですけれども、アスリートとしてですね、この気持ちどのようにご覧になっていましたか。やはりスポーツはですね、自分の力の限界にチャレンジすることが面白いんであって、はい、それを不正をして、勝つことによってもですね、本当の喜びというのを、得られないんじゃないかと思います。そういう意味では不幸というふうに思いますね。そして今自分の力でチャレンジしていこうとされているわけなんですが、この問題のこう真相を見ていきたいんですけれども、具体的に言いますと、動員の検査日をですね、こうずらして事前に知らせたりとかですね、あとその検体を破棄したりというようなことも行われていたんですが、この組織ぐるみの不正について友添さんはどう見ていますか。そうですね、言語道断という事態だと思っています、特に、アスリートの体とですね、それから何よりも、競技の公正さを守らなければいけない機関そのものが、実はこの不正に手を染めて組織ごとこのドッキングを隠蔽しようとしていた、あるいはその中で金券体質にもっと賄賂が重くなっていた、許し難い行為だと思います。かつての東ドイツにあったような国家分離以上のそれぞれ大きな問題だと思っています。国家分離よりもこれは大きい問題だと思います。この組織ぐるみのですね、ドーピングですけど、そのこれ生まれてしまうその背景というのを知りたいです。そうですね、今なぜ東ドイツ、旧東ドイツの大きいかということをお話ししないといけないと思うんですよね。IF、つまり国際陸連の競合